ラシンダ・ディーマスは400メートルハードルを専門とするカリフォルニア州イングルート出身のアメリカ合衆国の陸上競技選手。2011年世界陸上競技選手権大会で優勝しロンドンオリンピックで銀メダルを獲得した。400メートルハードルの自己ベストは大韓民国テグ公益市で2011年9月1日に記録した52秒47。 またディーマスは 400mH のアメリカ記録保持者である。ロングビーチウィルソン高等学校の卒業生で 300mH のアメリカ高校記録を持っており、唯一40秒の壁を破った女子選手である。1998年には4 x 4 0 0ルリレーチームの一員として出場、アメリカ記録を樹立。翌1999年には歴代2位となり、 2001年には自身の持つアメリカ記録を打ち破った。また、100メートルハードルにも出場し、2001年に CIF カリフォルニア州大会で優勝した。1999年と2001年にはトラックフィールドニュースがディーマスを女子のハイスクールアスリート・オブ・ザ・イヤーに選んだ。高等学校卒業後、ディーマスはサウスカロライナ大学に入学。 カーティスフライの指導を受ける。大学時代の最高成績は、55mh、7秒、80、60mh、8秒32、100mh、13秒35、400mh、54秒70、400m、51秒38、800m、2分13秒77である。サウスカロライナ大学在学中、 2002年世界ジュニア陸上競技選手権大会では 400mH で優勝、NCWA 室内選手権では 400m で優勝、2005年世界陸上競技選手権大会で準優勝を果たした。また、NCWA 選手権では2002年、サウスカロライナ大学が女子の部で優勝する上で貢献した。 ディーマスは2004年のオリンピック選考に行て 400mH のアメリカ代表に選抜された。アテネオリンピック準決勝ではチームメイトのシエナ・ジョンソンと同記録で順位による準決勝突破者のブレンダ・テイラーよりも0秒7上回る記録をマークするも組5着で決勝に進出することはならなかった。北京オリンピック代表選考から漏れた翌2009年。 全米陸上競技選手権、大会400メートル H を冬季世界最高の53秒78で優勝、2009年世界陸上競技選手権大会の出場資格を得た。7月のヘラクレスでは52秒63に記録を伸ばし、大会記録をマークした上、歴代4位に名を刻んだ。この時点で世界選手権の優勝候補と目されていたが、 ジャマイカのメレーン・ウォーカーに敗れ、銀メダルとなった。しかし、韓国、テグで開かれた2011年の世界選手権では52秒47のアメリカ新記録、世界歴代3位の高記録をマークして、リベンジを果たした。ウォーカーは2位でゴールした。2011年の最高記録をマークしたカリース、スペンサーは、ディーマス、ウォーカー、ナタリア・アンというふうに次ぐ4位だった。 ありがとうございます。